万雪光景、バンディア柄の断崖は、マリ共和国のドゴン族居住地域となっている断崖。その壮観な自然環境と、マルセルグリオールの紹介によって、広く知られるようになった、ドゴン族の文化が保持されている地域であることから、ユネスコの世界遺産に登録されている。この断崖の標高差は500メートルであり、幅は150キロメートルに及んでいる。この断崖のところどころや、 断崖の裾野に、ドゴン族は、およそ700の村落を作り、25万人ほどが暮らしている。ドゴン族がこの地に定住を始める以前には、テラン族たちの居住地として使われていたが、ドゴン族の流入によって駆逐されて、ラン族はドゴン族に吸収された。ドゴン族は独自の神話体系を持ち、キリスト教やイスラームに帰還することなくその神話を強固に保持し続けてきた。 この神話の中には、シリウスに関する非常に高度な知見が含まれているとされ、オーパーツ的な知識として注目されたこともあるが、その後の調査では、ごく一部のドゴン族グループにしかシリウスに関する神話は存在しないことが判明、またそのシリウス神話に関しても、シリウスが連生であることが知られておらず、決して高度な天文知識は含まれていないことが判明している。このように、 伝統文化を重んじて集落を営んできた土ン族だが都市への人口流出はこの地域にも見られる。また観光客が押し寄せることによって伝統的な儀式の位置づけなども変容しつつあることなどが指摘されている。この世界遺産は世界遺産登録基準のうち以下の条件を満たし登録された。ありがとうございます。